本当ダメだからな。待ってください。待ってます。あ、待ってんだったら声出してください。待ってます。だから来ました。それはいいよ。はい、なあ岡崎、暴力やめろ今から。分かった。あ、まあ、口の利き方考えろよ。せやな、クソ。今から話し合いでもう一回納得したんだから話し合おうよ。あ、なあ、はい、それで、このもんちゃうからな、お前。本気出したら。じゃあ話し合いな。西川口が、ミリカンのシュガーかザ・ファンデーションズ選ぶか。絶対僕、なんでマスクしてんだ。何がマスク、きっかけが。いやいや、どうしてな、西川口とザ・ファンデーションズやりたいか伝えな。俺んじゃないぞ、二人んだ。納得せえへんかな。あんまこういうの言うのなんか得意じゃないんだけどな。いいよ、でも言う有利だぞ。お前とお笑いやりてんだよ、純粋にその気持ちなんだよ。お前とじゃなきゃお笑いやっていけないんだよ。よし、そんなこと言われたら吹き出物できちゃう。どこにだよ。とにかく俺はお前とお前とのその笑いを作りたいんだよ。作り上げてナンバーワンになりたいんだよ。上に向かっていきたいんだよ。上の人間と勝負するには西川口お前しかいねえんだよ。俺本当そうやって思ってんだよ。本当に相性が合うと思う。やっぱバランスってすごい大事だと思うし、そういうお笑いの、いちょっとそれかける。おい、鎖骨触んなよ。鎖骨触るなんて大っ嫌いなんだ。それで、いや、まあな、今のはわざとじゃないから。岡崎、うん、今のは岡崎があんま悪くないと思うけど、だからただ気持ちはどうだ西川口、伝わったか。はい、伝わりました。嬉しいです。吹き出物ができちゃうから。まあ、ちょっとバイクの音かぶって聞こえないのか。どこに何ができるって。嬉しくて、うん、吹き出物ができちゃいそうです。ああ、さっきと同じことか。どこにできるんだよ。この辺。次、メイク。熱いな。いや、そういうのいらないんだよね、ディレクターさん。アハーって何なんだよ。ごめんごめん。吹き出物できるの。なあ、それは違うだろう。西川口に攻撃するの違うだろう。なんかわかんないですけど。いや、やりたいのか、ミルカンドシュガー。続けたいのか。当たり前じゃないですか。続けたいんだと、ちゃんと真面目にふてくせられないで自分の意見言いな。西川口と俺を説得させてみろよ。ごめん、やってきたんですよ。そんなになるか。全然5年って結構長いですよね。ほんまにこいつと出会った時、西川口でこいつヒップホップ踊ってて、あ、こいつしかおらんなと思ったんですよ。めちゃくちゃ面白い。何時ぐらいに？ 5年前です。何時ぐらいに？あ、20時、今で言う8時ですよ。8時ぐらいにガンガン踊ってたんです。ストッパー、5年前ってもうほんまにこいつとコンビ組んだ時全然食えんで、でも一個のお笑いに向かってこの目標だけに2人でずっと続けてて、いろんな人にも迷惑かけて、で当時お笑いやってる僕らのファンの女の子と付き合ってたんですよ。気になったんだ。聞いた。僕らのネタがめちゃくちゃ好きで、毎日もう毎回どのライブ行ってもひーちゃんが来てくれて、家の家賃もずっとひーちゃんが払ってくれてたんですよ。僕申し訳ないなと思って、申し訳ないなと思ったからバイト始めたんですよ。バイト中に夜中の1時ですか、ひーちゃんから電話かかってきて、ぶち
こんな時間にごめんね。私とお笑いどっちとんのって僕即答でひーちゃんっつったんですよ。じゃあひーちゃん電話の向こうで、じゃあ私が今まで応援してきたの何やったの何やったのってずっと、あ僕これもう彼女に振られるんだなと思って、だから僕日払いでバイトでお金もらったんですよ。で電車に乗ったんです。中目黒から北越谷、中目黒から北越谷、往復何回もしてずっと寝ちゃって、パッと目が覚めたらようやく祐天寺に、早速ひーちゃんに会いに行かなきゃいけないなと思って走って行って、じゃあなんかエアコンの冷たい風がビューって吹くんです。パッて見たらパチンコ屋の窓開いてたんですよ。で僕吸い込まれるようにそのパチンコ屋に入ってって、一台一台釘の開きを見ていったんです。ようやくたどり着いたのがパチンコ海物語桜バージョン、確率は399分の1、化け物です。 ST がすごい、 ST すごいね。それで、ね、1000円入れて2000円入れて3000円入れた、全然出てこへん。4000円5000円6000円一向に出ない、7000円8000円、もうその時点で僕もうほとんど気絶してるんです。で最後の1枚入れた瞬間に真っ赤なタコさんが揃ったんです。ありがとう海物語、ありがとうさよう。話が違っちゃったな。西川口が途中が出てこない。はい、プロダクション。はい。はい、だから、はいよ。うちはヨガ教室じゃないです。うん、さっきの人ですか。はい、同じところかけていきます。はい、か、これはどうしようかな。風間さん、風間さんにとって音楽とは何ですか。え、今なんでこのタイミングなんだよ。いい、おい今見えたぞ。お前たちトリオでトリオでトリオでやればいいじゃない。